ってるんですけど、ここはドリブルからファウルを取りました。そしてバスケットカウントです。もうこれは完全にファウルドローンといって、これが決まればいいんですけど、はい、落としてしまうとどうしても少しこうトランジッションまでのディフェンスが出てくるので、ここはラモス取ったスティール、ドワイトラモス周り見てジュリアン・マブンガー、落としてしまうとどうしても少しこうトランジッションまでのディフェンスが出てくるので、ここはラモス取ったスティール、ドワイトラモス周り見てジュリアン・マブンガー、さらにはエンドワンです。ここは狙ってました長吉、宇都が行くパス、小野龍馬のスリーポイントうまく決めた、流れは簡単には渡しません。最後は相手が狙っていきましたけれども、第1クォーター終わってロースコアな展開。一方富山のハーフコートオフェンスは今マブンガ選手いない時間だと、はい、そうですね、一旦ね小野選手やジョーンズ選手にスリーポイント狙ってきて2本目、ね、なんと2本目決めてみせました。ジョンソン渡さずにどうするか対峙するサイモン、通してきました。最後はジュリアン・マブンガー、この2対2ですよね、はいはい、2ポイントシュート、リバウンド、あれが触ってマブンガ、ここはジョンソン、ダンク、いや今のも、はい、水戸がよく回収しました、はい、マブンガ、マブンガの、お、合わせていった、はい、リュープ、この2対2ですよね、そういった、およく残した久保田、ただブライス・ジョンソン、最後はキープ、松井圭十郎に渡す、うまくパス通した、ここもよく走りました。今度はアシストで見せましたブライス・ジョンソン、中にアタック、とスピードがあります、まあ、ここもラモスがハッスルプレー見せましたけれども、ちょっとこれも停滞してる、はい、してるので、ジョンソンに渡す、中に入れてきた晴山ケビン、実はまだ重たかったりするんですね、そうですよね、また変わってきたりするかもしれません。ただ激しい守備、京都、阿部が行く、阿部振り返ってのスーポイントシュット、ここもうまく決めます、はい、自信持ってますよね、はい、先ほどは3、今度は2、これマブンガ選手絡んでくる可能性ありますよね、はい、水戸選手できましたね、うまくここは水戸、水戸選手、はい、57対53、流れを変えたのはベテランの2人です。また2面ゲームに来ましたね、富山はこうやってじりじりでいいと思うんでね、マブンガ、マブンガ、ティルマがつく、マブンガ、マブンガ中入ってきた、パス、ジョンソン、いい合わせです。ここはホットライン、やはりこの本当ホットラインですよね、はい、ここも2面ゲームにします。マブンガが入ってきた、うまく通して、最後はジョンソン、やはりこのコンビネーション、65対62、晴山ケビン、ジョンソン入れる、さあフリーになったところ、松井圭十郎、松井圭十郎のスリーポイント、ここで同点、小野龍のキック、今度はディープスリー、ティルマンが飛びましたが、もう一度小野からマブンガ、ラモスもいますが、マブンガのアタック、マブンガ、ここは強さを見せました、ジュリアン・マブンガ、はい、見るか富山、ラモスから小野、あとは本当にミスなくできるかも大事ですね、はい、この疲れがある中です、パス通してきた、最後はジョンソン、ただかなり疲れてると思うんですよね、中にカットしてきましたラモス、ラモス選手ドライブとか面白かったりするんですけどね、はい、マブンガが来た、タグショット決め切る、いや